はい、ちゃっちゃんです。本日、今ですね、ランドマークタワーに入っている、横浜ロイヤルパークホテルから今出たところでございます。ここから、ちょっとですね、帰路に向かう動画を撮りたいと思います。安全運転で帰りたいと思います。何分何時間で着くかどうかっていう、ずっとこれからまっすぐなんで住みたいと思います。なんか本当天空の城って言われるぐらいで、本当にすごい快適に過ごせました。景色も良くて、今までは結構なんか小さいビジネスホテルとかに泊まってたんで、全然ちょっと快適でほど遠い、もうとかとか音がするとかしたんですけども、まあ快適に過ごせましたね。風呂とかもすごい綺麗で、水がガーって出るし、ただしちょっと欠点ってわけじゃないですけども、あったのが、欠点らしいことは後でまた別のところで話したいと思います。快適だったことは確かですね。まっすぐ今向かっているとこですね。向かっているというか、ちょっとやっぱり危ない運転は避けたいので、もうちょっとした信号は絶対に止まっていきたいと思います。かけ通り、今日も暑くなりそうだな。今日一日昨日はちょっと動物園行ったりとか、あとは横浜中華街行ったりとか、山下公園行ったりとか、結構楽しめましたね、一日。この15号線みたいなんで、こっから、何でしたっけ、川崎、品川という感じで進んでいくみたいなんで、このまままっすぐ進んでいきたいと思います。なんかちょっといい
観光地じゃないですけども、ところがあったらちょっと立ち寄ってみたいと思いますけども、とりあえずまあこのままちょっとどうなるかわかんないですけども、ちょっと走っていきたいと思います。今度歩くのも結構大変だな、俺。結構昨日歩きましたからね。まあ、どれぐらい歩いたかっていうのは、ちょっと歩数計ちょっと取ってないですけども、結構歩きましたよ。してんだって。だからちょっと今ガソリンがちょっと半分切っちゃったんだけど、ちょっとまだちょっと入れたくないですね、ガソリンは。
今日もなんか暑くなりそうだね、天気予報が。天気予報が暑くなりそうな予報してますね、今日。今でも27度あるからね、10時で。下手したら30度いくんじゃないか。目の前の信号を見ちゃってるからな。新小安駅入り口、生麦駅。大丈夫だと思うんですけど、あのビデオの充電の方よりもあの内蔵容量がちょっといっぱいになってきちゃったんで、それがちょっと心配ですね。内蔵容量が今ガソリン上がってるからな、149円とかだわ今セルフで。たっけえなマジで。もうちょっと下がるまでちょっとこれも車乗るのをちょっとやめて、ちょっと安く値段下がったらまた入れよう。これはちょっと149円って高いよなマジで。前より130円台でガソリン入れたからな。離れたくない。
の大黒糖だ。夜明けの街ですれ違う月の欠片跡昨日の僕さ二度と戻れない越えた後でもあの胸は覗いてる振り向くたび切ないけれど君の視線を背中で受けた大黒糖の虹を見て深夜で酔わされてまだ離れたくない泊まれたからよかったな。本当はもう50回台なんだよ泊まれるのが。たまたま部屋の関係で。
ましょう。それ見て。第一景品だこれ。確かに本当1時間で着くかどうか。
進化路。パチンコきっちょ。パチンコ絶対分かんないからな、あれ。なんか暇人は行っちゃうんだよな。やることない、趣味がない、無趣味のやつはどうしても自分も依存症っていうところまでは いかないけども、ちょっと遊び程度にやるぐらいだけど、やめるって言ってもやめられないからね。なかなかの本当の魔物だよ、あれは。